にちは、藤間さくらです。ひょっほっほー、初めての企画、七度のネジにゲームクリ対決をやっていきたいと思います。ありがとうございます。この企画では毎回スタッフさんが用意したゲームをメンバーそれぞれが自分のチャンネルの動画内でプレイしていきます。バッとしかしだけれども聞いて驚くでナッシング。私たちは事前にゲーム名を知らされていないので、全く同じ条件でスコアなどを競い合っていくわけです。そしてこの対決、なんと1位のゲームクイーンになった人は YouTube チャンネルに動画を1本追加で配信できるっていう権利がもらえるそうです。まあ私はチャンネルのスタートが早かったからみんなよりだいぶ動画の本数は多いけど、やっぱり私も動画の追加をしたいなということで、どんな子供関係なく手を抜かずに藤間さくら全力で勝ち抜いていきたいと思います。ワクワクします。それではスタッフさん、今日のゲームは何でしょう？あ、出てきました。ママにゲーム隠された3っていうゲームです。このゲームは任天堂 3DS やスイッチでも発売している人気のシリーズだそうです。主人公の男の子がママにゲームを隠されてしまい、家の中を探すっていうゲームみたいです。この夏休みリアルにこれを味わった子もいるのではないでしょうか。ゲームクイーン対決の制限時間は7分です。その時間で何面までクリアできるかを競います。それではやっていきましょう。レッツゴー。メイン画面に来ました。それではステージ1から行きたいと思います。1日目、あ、伏せて、この、あれ、嘘、あれ、もうないよ。お母さん、お母さん、さくらのゲーム知らない？あ、これかな。あ、なるほど。あ、ありました。あ、私意外といけるかもしれないよ。2日目、あ、目の前に、え、これもありなの？見つけたのにありなんです。え、どうすればいいんですか？何かを。お母さん。ママ、お母さん、え、あ、ちょっと待って。今のありですか？え、嘘、お母さん、あ、わかりました。お母さんに見つかってはいけないって、あ、何か。ちょっと待って、え、何か探すんですか？ちょっとお母さんに。あ、ありました。脚立です。これ、こうですね。はい。あ、男の子どこ行った？あれ？あれ？主人公がいない？あれ？あ、なるほど。ポチッと押さないと出てこないみたいです。反抗期ですかね。3日目です。あ、もう見つけました。あ、この下にあるのし、これ、で、この後ろにいるのは絶対お母さんですよ。あれ？え？これどうやって取ればいいの？絶対この下にいるじゃないですか。見えてるもん。え、これほうきで、あ、ほうきで掃除して出せってことですね。こういうことですか。あ、いけたいけた。はーい。え、取ったのに。あ、押さなきゃ、いちいち押さなきゃいけないんですね。なるほど、押されたら危ない。残り3、嘘、もうそんな残り3分。ちょっと待って、お母さん、怖い怖い怖い。え、お母さんが見てます。怖いです。あ、お母さんに脚立壊された。あ、怖い。どうしよう。あ、あります。え、脚立壊されたのに、どう、ランプ。え、ちょっと待って、ランプ、え、アイテム、え、壊れた脚立でもいいのかな。あ、あ、あ、これ、ゲームオーバーになる。やだー。あれ、そんなの聞いてないよ。ちょっと待って、もう一回やります。え、今のはずるくないですか？だって、私知ってましたもん、壊れてるの。え、じゃあどうすればいいんですか？あ、本を積むんですね。でも上を開けたらお母さんがいるの。ちょっと待って、これどうなってるの？下2段ないのにお母さん3段だ。え、お母さんの生首があります。お母さんの生首がある。あれ絶対生首だよ。っていうのを置いといて、あ、あ、できました。ゲームさえあればいいんです。あ、お母さんがレビューしてくれるかなって。ゲーム隠したに何を言ってるのだ。あ、おじいちゃん何してんの？コーラ入れてあげようか。おじいちゃん、おじいちゃんにコーラ入れてあげるね。はい。あ、おじいちゃん、ちょっとその2人の、あ、うん、また木の後ろにお母さん隠れてます。ちょっと忍者です。あ、メントス。あ、わかった。コーラの中にメントス入れればいいんだ。あー、これでこの下にあります。ほらー。あー、すごい、だんだんわかってきました。あ、でもいいです。掃除機、ちょっと一応アイテムは全部取っときます。あ、あ、
目が見えます。あれは騙されたらダメです。あれはお母さんです。え、でもどうしよう。え、でもそれ以外に行くとこないです。じゃあやんなきゃ。あ、使わなきゃいけないの。でも絶対お母さん、ほら言った通りじゃん。どうすればいいの。え、だって他にやることないじゃん。どうすればいいの。なんかこの相手、あ、わかりました、こっちですね。あ、ちょっとあれですね、小さい株の方がいいみたいな感じのそれですね。7日目。お、もうゲームを取られて1週間です。え、なに、なに、なにこれ。 VR、 VR ですか。あ、お母さん、もうお母さん隠れる気もないみたいです。あ、財布見つけました。これで新しいゲームを買いに行きたいと思います。あ、あ、家の中なのに逮捕されるんですか。そんなの聞いてないよ。少年法とかないんですか。またちょっと、あ、わかりました。おじいちゃんにこれを見せている間に、ちょっとおじいちゃんの意地悪だね。おじいちゃんとおばあちゃんに優しくしなきゃいけないとお母さんが言ってます。何アイテム、人参。なんかこの家庭あんまりいい食材ないです。え、家の中になんかいます。何これ、あげるの。食べて食べて食べてくれなきゃゲームが進む。あ、わかった、お皿に乗っけないと食べる。すごい、なんかあの人間…あー、お母さん怖いよ。お母さんどういう感情なのこれ。ちょっと待って、わかりました。2食与えるとお母さんが出てくるので、リンゴだけにしたいと思います。リンゴだけ渡して、あ、で、どうすればいいの。あ、だって人参渡したらお母さん出てくるんでしょ。あ、人参を鍵にロッカーを開けるみたい。え、もう、え、もう残り1分しか、ちょっともう一回だけやってみる。だから、もう分かってたけどそれしかないんだって。ちょっと、わかりました。多分、あー、最初に人参をあげるとかそういうことですかね。あ、で、この時に、あ、あ、鍵をもらいました。なるほどですね。はい、あ、あー、よかった。ちょっと待って、だんだん緊張してきた。え、どうしよう。開けて、これな、なにこれ。あ、犯罪を犯せという意味ですかね。あ、絶対これ真ん中からお母さん出てく、ほらー。お母さんじゃない、お父さん、これ誰。お母さんに見つかるだけじゃなくて、お父さんにも見つかっちゃいけないってなると、もうちょっと、すごい難しくなってきて。あ、わかった、ここをペイントして車に行かせればいい。あ、ほら、頭いいです。そうだそうだ、出て行け出て。あ、ありました、車の下にゲームを隠してたわけです。あ、どうしよう、もう時間ないかも。10日目、あー、終わっちゃった。あ、でも10日目にまで行けたってことで10日目クリアですか。ダメですか。ということで、私の結果はステージ9までクリアでした。みんなはどうだったのかな。みやこちゃんとか絶対ステージ1くらいでもうやめてるんじゃないかなって想像してます。それではまた次の動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またねー。